赤パンカビは、シノウキンモ門に属するシジョウ状菌の一種、モデル生物としても重要である。赤パンカビは、小さな球状の小実体を作るシノウキンの一種で、古典的には死脳筋門コウタ玉カビ目に分類してきた。分子系統解析に基づく、現在の分類では、シノウキンモン、門、ンタ玉カビズナフンタ玉カビ目ンタ玉カビカとなる。赤パンカビの名は、 分生子が赤みを帯びていることに由来する。従って和名そのものはこの菌のアナモルフに与えられたものである。通常の分生子は分節型で、この形のものは不完全菌としてはモニリア属に含まれる。気中に伸び枝分かれした菌子が寸断されるようにして、ここには楕円形の分生子の鎖になる。寒天培地上では非常に生育が早く、 1> 計1 0トルのシャーレが1日でいっぱいになる。菌糸は主として、寒天表面か、気中に伸びて、ふわふわとした姿で、速やかに分生子を形成するので、全体に赤みを帯びる。自家不和合成で、性的には合成を有する、菌種同士が接触した時にのみ、優生生殖が行われ、子実体が形成される。子実体はほぼ休憩、黒色で、長短が、 やや突出した壺状をなし、その先端に内部への入り口が開く。内部には細長い死脳が束になって形成され、死脳内には死脳胞子が8個入っている。古くから遺伝学の研究に用いられている。これは以下の特徴によるものである。特に突然変異で生じた栄養要求株の研究は一遺伝子一酵素説の基礎となり、 遺伝子の機能やその実態の解明への糸口となったことは有名である。また、最初にゲノム配列が解読された市場菌でもある。他方、分成子が簡単に空中に飛散し、分成子形成や成長も早い性質は微生物培養においては厄介なものである。望まない場合にこの菌が侵入すると、たちまちのうちにあちこちの培地に侵入し、しかもすぐに広がって、 分生紙をまき散らすので、最も恐るべき雑菌の一つである。ヨーロッパではごく普通に出現するカビである。非常に成長が早く、分生紙形成も素早く行うため、一夜にしてパンが全体に薄赤く染まるといった現象を引き起こす。また、死脳胞子が熱を受けると発芽しやすくなる性質があるので、焚き火の後などに発生することも多く、パン工場なども発生が多い。 日本では出現頻度は高くないが硬質な時期に基板カビが発生した例がある。焚き火の燃えさしや焦げた穀類の種皮などから発生するので元来山火地石や伸び跡のような環境に適応して派生した死亡菌ではないかという説もある。ありがとうございます。